どうも、りんたろーです。りんたろーのサッカー研究所ということで、はい、サッカーの話をしていこうと思います。この番組では僕がね、ドイツでサッカーをしていて感じたことを話をしていく番組になってます。はい、今日ね、僕のパートナーを待っている間に撮ろうと思ったので、ちょっとね、うるさいかもです。かなり車の音とかトラムの音とか人の声とか入ってるかもしれないんですけど、やっていこうかなと思います。今日のテーマは、先日フランスとスペインのに旅行に行ったんですけど、その時にね、感じたこと、なんかサッカーに通ずるようなことが多々あったので、話をしていこうかなと思います。まず、スペインのサンセバスチャン、レアルソシエダの本拠地に行ったのと、約1週間、ちょっとうるさいかな、車とトラムと、まあ、一応撮ってみます。で、フランスのボルドーに、4日間かな3日間で、サンセバスチャンに4日間、でそのうちの1日でレアルソシエダとアトレティコの試合を見に行ってきたんですけど、はい、いや楽しかった、本当に。まあね、ちょっと天気が悪かったり、あんまり天候に恵まれなくて、海でそんなにも遊べなかったしあれだったんですけど、うん、これでヨーロッパでオフ期間を過ごすのは5回目ぐらいなんですけど、去年はセビージャとかモロッコとか行ったんですけど、今回の旅本当に学びが多くて、うん、じゃあ何を学んだかですけど、いや本当にね、やっぱり見てみないと分かんないことってたくさんあるよなっていうのを学びました。実際に行ってみて、肌で感じてみて、匂いを嗅いで触ってみてとかっていうことの重要性、大事、本当に大事だなと思いました。例えばバスクチーズケーキの本場、バスクチーズケーキを作ったお店でバスクチーズケーキを食べてみたり、それこそね、アトレティコの試合を生で見たり、うん、本物ですよね、アトレティコって。守備チームとして戦う一番素晴らしいチームだと僕は思っているので、とか、あとはフランスパンか。フランスパンは衝撃でしたね。パン食べ比べ企画みたいなことを僕ら2人でやったんですけど、1700年ぐらいから使ってる釜で焼いたフランスパン、クロワッサンかはもう全然違ったし、僕たちはパンが結構好きで、いろんなパンをね、ベルリンにも本当に美味しいパンがたくさんあって、ドイツパンもあるし、だけどそこのお店のクロワッサンはダントツで1位でした。うん、なんか調べてみたら、そこのお店の釜、パンを焼く釜が見えたんですけど、いや本当にレトロなヴィンテージな、すっごい渋いお店でクロワッサン食べたんですけど、その奥にすごい真っ黒な釜があって、え、そこで焼いてるみたいなことを話してて、調べてみたら1700年ぐらいからある釜で焼いてますみたいな。いやもう本当に深みが違くて、皮のクロワッサンも。だから結局ね、そういうものっていうのは
かないと分かんないぞっていうのも本当に今回の旅で学びましたし、それこそバスク地方、僕寒いの知らなくて、バスク地方、例えばビルバオ、アスレティックビルバオとか、ソシエダとやるときにいつもサンマメスは鬼門だよっていうのよく聞くんですよ。なんでかなと思ってたら、気候の問題とがあるんだっていうのを知って、いやーびっくりしましたね。やっぱりそういうのも言ってみないと気づけなかったことだし、でまさかのねバスク人が全然なんだろうスペイン人っぽくないっていうこともあったりして、いやー面白い。だバスク人って本当に日本人みたいな、本当にシャイで、それこそドイツ人みたいな感じ。だからたくさんバルがあって美味しいご飯とか食べれるんですけど、ピンチョスとかだけど、そのね店員、すごい人がいる中でその店員めちゃシャイ、全然セビージャとか去年行った時なんかもうめちゃくちゃ話しかけられたけど、こっちの人バスクの人全然違くて、で調べてみたらバスク人っていうのはもっと真面目で働き者でみたいな。いやなんかソシエダの町、サンセバスチャンっていう町、本当に小さいんですよ。でもその町からいい選手が出てるのはなんでだろうって思った時に、なんか多分そういう他のスペイン人とは違う特徴、そういう真面目とか、なんかツビメンディとか、それこそオヤサバルは違うのか、でもドリオソラとかそういう選手を見てると本当に真面目な感じがしてたんですよ確かに。で調べてみたらやっぱりサンスバスチャン出身でっていう、なるほどなと、面白い、すごかったですね。すごかったというか、なんか目の前にいるおじいがめちゃくちゃ見てくるな、なんだそう、だから行ってみないとわかんないし、ね、いろんなとこに本物に触れるっていうのが大事だなと思いました。はい、ということで今日はねこの辺で終わりにしたいと思います。フランス、スペインでいろんなものに触れて帰ってきました。でこのフランスパンのね話、ちょっとあの他に食べ比べしたんですよ、さっきも言ったんですけど。で他のパン屋と比べて明らかに違うんですよね。でそれが釜の歴史だったんだけど、なんかね僕もそんな、結局多分小麦粉とか材料っていうのは真似できるけど、そういう釜の歴史とかって真似できないじゃないですか。だからもう絶対勝てないですよその店には。なんかそういう真似できない部分、そういうこのパン屋みたいな釜をね自分の中にどん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 作っていけたら、歴史をね積み重ねていけたらなと思った次第です。はい、ということで自分の中の釜今育ててます。ということで今日はねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。バイバーイ。